ちゃんがキス顔を披露する展開に。さあ今週も始まりましたパッチタウン TV。 さあ今週からですね、はい、チリニューアルということで、はい、新コーナーもありますんでそちらも楽しみにしててください。というわけで今週のスペシャルゲストこの二人です。お願いします。でもゲストはリニューアルしてないという。いや僕1年ぶりぐらいですからね。ですかね。ちょっと前に出ましたけど1回、出たんやん。2回、2回か。何それ外すんだよ。というわけで家で大体ね、大体1年ぶりぐらいなんで。さあ年一登場のガッキーさんですけど、はい、そしてもう一方はい、12年連続プラス収支の男デリカツです。よろしくお願いします。はい、お願いします。何回も言ってるんでしょうね。1回はね、毎回ちょっと噛みながら言うんでね。あ、そうか。さあそんなお二人をお迎えしまして、エーベックス東串原店で本日の企画は、はい、最強タッグ決定戦でーす。さあ今回は AT、ART に好評のある、定評のある好評はないよ、好評はないってごめんごめん、A タイプに定評のあるデリカツさんが来てくれたということで、はい、それぞれタッグを組んで、はい、合計枚数でバトルを行いたいと思います。勝敗の鍵を握ると言われているお助けボックスとお助けカードを用意。お助けカードは各チーム1回のみ使用することができます。さあチーム戦ということですが、チーム分けでは早くも揉めてしまいます。え、タッグはどういうタッグになるんですか。そうですね、選んでもらいましょうか。どっち組みたいか。選んでいいですか。はい、どうぞどうぞ。じゃあ僕健坊さんで。お、デリカさんは。そういうことは自分は健坊さんがいいです。なんでよ。というわけで今回3対1ですね。ちょっと変則タッグというないでしょ。ないない。いやだってさ、引いてるイメージが全然ないんですよ。まあね、勝ってます今。負けてる。2017は負けてる。3月は気まずい。負けてる。負けてるんだけど、うん、コンチパ女勝たないんですよ。コンチパ入ってるだけですから ね。結局ガッキーが折れて、コンチパ女ことミホちゃんとチームを組むことに。これが吉と出るのか、それとも凶と出るのか。今回の舞台はエイペックス東串原店。パチンコ324台、パチスロ387台を取り揃え、明るいスタッフが皆さんのお越しをお待ちしております。さあデリカツさん、私たちの本日の狙い台なんですけれども、はい、ニューアイムジャグラー EX、はい、こちらで勝負したいと思います。はい、まあ、この台の特徴といいますか、はい、そうですね、この台はですね、あのホールで最も高設定が入りやすいジャグラーとなっております。お、はい、ですので、まあ、期待して打ってみましょう。了解です。はい、まあとにかく先に当てて、はい、ね、はい、そうですね、プレッシャーかけていきたいと思います。はい、かけましょう。はい、ということで僕たちは花です。はい、取らせていただきました。頑張ろう。あんまりそんな気分でなかったんですけれども。え、そうなの。ミホちゃんがハーデス打ちたいって言うから。おう、もうね、そうなの。そうですよ。なんかもう私としてはガッキーといえばゴッドみたいなイメージがあったから。いや、あのね、うん、そう、よく言われます。ミホちゃんは、はい、ゴッド系打ってる時にどんなことを考えながら打ってますか。当たった時の自分をイメージしながら打ってる。いつもダメですね、全然ダメ。え、なんで。ゴッドといえばやっぱね、語呂合わせなんですよ。だからいちいちこうね、出目が出るじゃん。はいはい、この時に語呂合わせしながら打ってみてください。あれでしょ、ヨーロッパとか。そうそう、知ってるじゃん。ミーとか。そう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 、一個一個言ってみて、一個一個。はい、これはミー、ミー、これなんもないよ。これなんもないよ。むちゃぶり。僕はこれはさあ来いって思ってます。さあ来い、あ、そろそろ来いっつって。あ、さすがだ。関係ないんだけどね。すごい、なんかそれだけで当たりそうな気がしてきた。そう、自分の気持ちを高めるために、うんうんうん、そういうわけわかんないことを考えてます。これはね、これゴーサイン、ゴーサイン。あ、ほんとだ。ちなみに V サインだったらリーチ目、V なら当たりで、5だったら、僕の中では5歳。あ、そういう風にも楽しめるんですね。そう、僕はね、楽しんでますね。あ、なるほど、ちゃんと液晶を見るようにしますね、これから。語呂合わせを楽しんでいる間に、健坊&デリカツチームに動きが。おー、やりました。やるな、やりました。セリー重複です。やりました、やりました。あ、光った。
やりました。はい、助けてもらってもいいですかね。いきます。はい、じゃあデリクスさん。あ、はい、モノマネ。じゃあデリクスさん、モノマネお願いします。モノマネですか。コウメ太夫のモノマネをします。お、お願いします。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちくしょう。なんなんこれ、どこがこれ。え、こんなん入ってんの。お助けになってないんですけど、全然。出だし好調の健忘&デリカツチーム。しかし、お助けボックスで引いたモノマネ以降、なかなか当たりが来ず。流れを変えるために、デリカツ印の当たるサプリを二人で飲むことに。飲めば当たると言われているが、果たして効果は。光りました。すげえ。よし、やりました。ありがとうございます。やりました。3回目本気出すんだよ。お、当たったじゃん。は、なんでだよ。ごめん、まあ当たりました。ガッキーがお引越ししてない間に揃っちゃいました、ね。まあでも早い早い、あの何を引くか大事だから、ジャッジメントで。はい、ワンチャン。70、まあ、普通ですね。みほちゃんが331枚。僕も今ヘルゾーンに入りました。赤なら外しちゃいけない。赤なら外しちゃダメ。赤赤。よし、チャンス。おいおい、すごい。やりました。いや、これいいね。やりました。ラッキーも決めた。いいよいいよ。で、やっぱりね、ノーモアドッグ犬はやめてほしい。で、この準備中もレアで引くとジャッジメントの内容を上のものに書き換えるっていう抽選があるんで、まあ、レアで引ければ引けるほどチャンス。いきまーす。あー、惜しい。どうですか調子は。あれあれあれ、つうかなんで健忘だからこのタイミングでこっち来るんだ。調子はどうですか。しかもなんか余裕のオーラがある。いやいや、別に普通に様子見に来ただけなんで。いや別に、まあまあぼちぼちですよ。ぼちぼち、まあそうですね、お互い当たったし。何が何でも勝ちたいミホ&ガッキーチームがここでお助けカードを使用。果たして勝利に近づくカードを引けるのか。この後ミホちゃんが可愛いキス顔を披露。今回のバトル、両チーム順調に大当たりを獲得。あ、この後ミホちゃんがキス顔を披露します。カメラの前でするのも嫌けど、みんなが見ようのも嫌。じゃあこれが人だと。それではお願いします。3、2、1、どうぞ。大好き。あの、みほちゃん、なんかごめん、なんかごめん。どう、みほちゃん、リラックスできた。できるか、できるわけない。てか、助けられた。元気なくなった。どの辺がお助けカードなの、あれの。わからん。いいの入ってんのかな、あれ全部見せてほしいわ。もう、お、何引いた、何引いた。ちょっと妙なことあるぜ。やり刺さりましたけど、ハーデスのやり、これね、ゴッド揃いまであり得る。赤か紫狙ってね。え、これ初当たりですね。多分普通に当たっただけだと思います。え、ショック。あ、野菜野菜。あ、野菜多分当たりましたね。っていう意味のハーデスであり、当たったんですよね。はい、はい、やりました。キス顔したら引きが強くなってるよ。もういいわ。70ゲームゲットです。
けちゃうよ。そもそももっといいのがあるのかな。わからん。あ、あるよあるよ。ある、ナイスナイス、当たったんじゃない、当たったんじゃないですか、これ素晴らしい。やったー、チャンス目からの当たり、嬉しい。で、ゴッドゲーム中なんで、はい、ありえますよ、犬以外も十分ありえますよ。あ、犬以外も見たいですね。行こう行こう。おいしか、来たよ。ペルシュポネ様、ここ勝負どこ。頑張る、頑張るよ、頑張るよ。オッケー。あ、手伝いだ。 あとは普通狙って狙って、あ、狙う。よし、50ゲーム。回れ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 、あるあるある。これいったんじゃない。マジか、楽。何ゲームだ。157。おってことは450枚ぐらいいくじゃないですか、これだけで。おお、いいね。向こう次第だけど、やりました。負けないサプリを食べてすぐ当たりました。もういいからそのくだりは。すげえ、やりました、取りました。おお、すげえ。あ、単独。おーっしゃー、やったこれ、勝ったんじゃない。また光りました。これがビッグでやってほしいですね。すごい。まあ見らずに揃えましょうか。そんなの、はい、やりました、やりました。今揃えた自分が一番びっくりしてると思う。やりました。さすがマイスター。マイスターです。またテカりました。しかも7ゲーム、なんとスタート7ゲームでやりました。早い、やるね。よし、ほんとすげえな。なんと今度は5ゲームまたまた5ゲームで光りました。絶好調です。なんか気持ち悪いですね。よし、メイク。もう勝ちはもらいましたね。よし、なくはない。なくはない。はぁ、大体そうなんですね、メイク。さあ、今562枚ゲットです。いやー、どうですかね、ジャグラーチームに勝てるのか。562枚、結構いっぱい増えたけど、いけいけい、え、いけい、ひじゅう、オッケー。白熱のバトルを制するのは一体どっちだ。結果表よっ。さあ、それではガッキー、みほちゃんチームから発表してください。はい、結果はお願いします。443枚ゲットです。はい、どうも。まあ頑張りましたよ、うん。さあ対する剣豪デリカツチーム、お願いします。1119枚です。イエーイ。というわけでこの勝負、剣豪デリカツチームの勝ち。いや、でも剣豪さん活躍しないですよね、あんまり。はい。そうなんですか。はいじゃない、はいじゃないです。いい返事、まあ、とにかくうちはもうデリカツさんがすごかった。ほう、いや、もうどんどん当たるんだ、まあ、一人でですよ、だから。はあ、すごい。喋りは三流、腕は一流ですのでね。気持ち悪いでしょ。助けて。ね、うん、あれ、なんか引いたんですよ、ほう、お助けカード、うん、ほうほう、来ましたよね。全然助かってないですよね。全然助かってないですね。もうちょっとよく分かんなかったんですけど、うちなんてキス顔ですよ。お願いします。じゃあ一歩前に出て、はい、今日も見てくれてありがとう。気持ち悪いね、なんか、うん、気持ち悪いですよ。結果気持ち悪いですよ、今日。最悪。何ここ。いやー、なんなのこれ。なんかディレクターにね、言われてきたけど、なんで全然人もいないやん、ね、ディレクターとカメラなんで外なんですか。なんなのこれは。レジャーシートもあるよ。いや、え、どういうことこれ。これ座れっていうことかな。座ります。雨降ってるから。あら、
なんか、なんか出紙が。なんか出て。なになに。なんか。何なんか書いてる、ちょっとめいちゃん読んでんじゃん。え、私、うん、わ、長、読みますね。はい、カチタン TV がプチリニューアル。この4月から福岡佐賀版、長崎版、大分版、山口版、鹿児島版と5番組それぞれの出演者が変わったり変わらなかったり。どっちやねん、どっちこれ。ちょっぴり新しいカチタン TV を楽しんでくださいね。うんで、そうそう、この3人のコーナーもちょっぴり変わって番組の最後に追いやられました。そういうこと、今度から以前のスタジオ、以前のスタジオも追い出されました。ぶっちゃけ経費削減です。おい、経費削減どういうことや。以前のようにおしゃれカフェのようなスタジオに戻してほしければ、うん、画面の上にある番組企画案募集と視聴者参加募集の応募数を増やしましょう。出た。応募数が増えればこの場所からランクアップしていくかもしれませんよって。感想だけでも OK です。皆さんのご応募お待ちしてます。大人がよく使う手口やこれ。あ、こんなことやってなんかあの視聴者の企画とか参加募集を増やそうとしてるんでしょ。うわー、もうやだやだ。もう寒いしさ、雨降ってる。追い出された。いや待って待って、なんか出てる。何、ちなみにこのコーナーのタイトルはあと2分ですが、おお、あと残り10秒しかないので全力でアピール、全力でアピール。あと10秒、助けてください、声を押してください。